アンソニー・ジョン・デニソンはアメリカ合衆国の俳優、トニー・デニソンとクレジットされることもある。ニューヨーク州ニューヨーク・ハーレムにて、シチリア系の両親の間に3人兄弟の長男として生まれる。大学に進学するため、建設業で得た収入をニューヨーク大学の学費に充て、学士号を取得している。俳優になる以前は建築会社経営者、生命保険販売員。 運転手、新聞報道編集者、家事の経営者など多岐にわたる仕事をした。ステージネームであるデニソンは彼のゴッドマザーであるジャン・デニソンから取ったものである。1986年、マイケル・マン監督が制作総指揮を取ったクライムストーリーで TV デビュー。この作品で演じたレールカという役はアメリカのタイム誌において 1980年代の悪役ナンバーワンの称号を得て称えられている。1980、9年代前半頃までは、アンソニー・ジョン・デニソン、もしくはアンソニー・デニソンとの表記が多かったが、1990年代後半以降の出演作では、愛称のトニーでのクレジットが主となっている。舞台女優のジェニファー・エヴァンスと1986年に結婚し、 愛妻家として有名だったが2008年に離婚している。この結婚の前にも一度離婚しており、離婚歴は2回だが、いずれも子供はいない。ベジタリアンであり、動物愛護の運動やイベントにも意欲的に参加している。ただし、パルメザンチーズの誘惑にだけは勝てないらしい。貧しい人たちの支援やチャリティにも熱心で、毎年クリスマスシーズンには個人や、コジーニア、 施設の子供たちにサンタクロースに扮してプレゼントを配っている。ありがとうございます。